入る前に金額見れんのかな。どうする、入って入った何も食えずに出るっていう。もう皿洗いでしょ。そろそろだね。松茸山って書いてある。そこだ、そこ。右方向です。この先、うん、ちょっと行き過ぎちゃった。すごい、松茸山って書いてる。本当だ。え、なになに、この先700松茸山。え、もう広い。むしろ、松茸広いか。この辺に生えてるか。え、こんなとこ行くの。すごい、松茸山。え、マジでここに店あんの。ほんとに。あるあるある。9時までやってんの。いや、嘘だ、店ないよ。こんな店ないでしょ、こんなとこに。あの、確かに明かりが全くないんだよね。全くないでしょ。うわ、え、え、なになになに、ん、なんだこれ、なにこれ、え、なにこれ、なにこれ、なにこれ、え、面白え。え、なにこれ、なにこれ、どうなってんの、面白え。え、あ、いや違うよね、多分ね、ここが営業中って書いてある。山荘の入り口なんだよ。で、車はじゃあどこに置けばいいの。さっきのところだよ。はぁ、こっちじゃないんだね、多分ね、うん、きっと。そうね、どうしよっか、じゃあその辺で U ターンして、さっきのところで。あ、で、パーキングで。あ、あら。これだ、これパーキング。え、ちょっと入ってみよう、一回入る。え、いきなりじゃないでしょ、多分店があるし、いろいろ。違う違う、あれがそうだよ、もう店だよ。あれがもう店なの。うん、のれんくぐったら最後、二度とは。あれが、あれがもうラスボス戦前ってこと。そう、もうセーブできないよ。ここ、これ以上はもうセーブできませんから、よろしいでしょうかみたいな感じになってんのですよ。ちなみに、じゃあ現状の俺たちのセーブデータを、セーブ違う、そう、レベルと装備をちょっと確認しようか。確認しようか。お疲れ様です。お疲れ様でした。ほい、というわけで、じゃあ現在が9円、あの黒毛和牛の、あ、プラスして、1009円だったのに、1000円のラーメンセット食って、うん、今現在9円。9円。そこに、今のツイート、現在状況のツイート、うん、まず名言、ドライブとはいいものであるが、833。833。プラス、それのツイッター乗っ取られてましたが、プラス717。プラスするところの、上里パーキングエリアの森に現れる妖精が1177。おー。足すところの、いやー旅行楽しいな、繁盛トリッピー、アイゴリとも行きたいなーが614。おー。足すところの、くねくね、都市伝説くねくねに会員のでやったのが695。OK。4045円。普通にご飯食べようと思ったら、割といいもの食べれるけど。4045円で飯食おうとしたら、全然今食えるけど、問題なのは、松茸なんだよね。4045円。結構頑張って食べたね。そうだね。で、一応お店が21時までだね。そうだよね。20時だから。いや、俺ゴール知らなかったけどさ、うん、よく考えたらコース料理、コース料理は一番安いの2000円ぐらいじゃない。松コース、お一人様5000円。あ、お一人様7000円。はい、お一人様9000円。あ、お一人様1万1000円。あ、一人7500円。あ、1万5000円。あ、うん、お子様コース、ダメだよ、絶対絶対詳しくんだよ。お子様コースは3000円だけど。あ、まさかご飯弁当、これ買おう、これ買おう。お持ち帰り用の、あ、いいじゃん。お持ち帰り用のが1000円。うん、いや、恐ろしいこと思いついたんだけど、うん、あと2000ファボあったら、うん、1人コースで1人弁当。そのせえへん、ちょっと頑張ってさ、うん、1人コース食べて、その間ここで待っといてもらって、うん、負けた方が、うん、1人が焼き、これが弁当。一人コースの一人弁当にしましょう。ただそうなると、あと2000ファボ稼がなあかん。あと1時間で。1時間もないわ、あと。2000ファボ。今のところ平均何歩ぐらいだ？今のところ平均5、600。ってことは4ツイートぐらいしとかないといけないね。そうだね。ちょっとここで量産するか？ただ数打つとね、怪しく見える。減る減る減る。ないかな、先輩とのやりとりで、面白いLINEのやりとり。まだやってないやつ？うん。なに、とっておきの、なんか、写真とか。ああ、俺の面白い写真、うん、俺の了解ってやつをいつもギョイって送ってるっていうのが、わ、いや、面白くないよ。面白くないよ。しかも電波がすっごい悪い。あと 35% しかないし、携帯のあれが。それなくなったら終わりやね。もうそれなくなったらもう、あ、まず怪しまれないように、あ、うん、一個一個一個とりあえず、
うん、大阪、今度大阪のニコニコのイベント、大阪町会議に出ます、みんな来てねよって言われます。これはまだやってない、俺、そういや。あ、普通の告知だけど、まあ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 。告知だとね、みんな覚えとこうと思ってやる。そうそう、ファンもするから。入れるからね。写真ね。あ、これは？この間テレビ見てたんだけど、うん、観覧の席に、うん、大学の、七子さんの同級生っぽい人いやね、それ面白いけど俺らしか面白くない大学の時代の同級生が観覧席の本人多分本人それ面白いけど俺らしか面白くねえそれとりあえずまず俺坂町会で、うん、これはもうまずもう告知お名古屋町会お疲れ様で報告しておりましたが、うん、大阪町会のゲーム実況部に中井実況メンバーの皆さん出演します。地元が近いから嬉しい。これはまずつぶやき。うん。よし。あの、小さなことからコツコツって。小さなことからコツコツと。あんまやらしくない方が多分、ちょっと感づかれてんじゃない？なんか遅れって。なんか今日ツイート遅れってのは絶対思われてる。だからファボしないよ、ね。だって俺1日 1個か2個くらいしかつぶやかないんだぞ、俺。今日何なんだよ、俺。浮かれすぎでしょ、どう考えても。帰ってきたことにする。ああ疲れたーってお疲れ様でした。いやそれラストだよ、もう。ああ最終手段だね。そう、しかもそうなるとその後俺ら帰る時にもしお金が必要だったら何も動けない。6000いくんだったら伸び率も考えてちょっと今のうち早めに投下しといた方がいいよね。そうだよね。でもう40分ぐらいでも行きたいもんね。そうだよね。閉まりましたわ、最悪だから。そうだね。七子さん森の中でも踊ってみる。竹林の中でも俺踊ってみる。踊ってるやつどれぐらいいったんだっけ。踊ってるやつ1200いったよ。でしょ、ちょっとポテンシャルあるよね。マジか、じゃあ踊るかそこで。踊ろう、竹林のところで踊ろう。ガチめの森で迷いましたって。面白い。フリーになってるよな、さっきのやつだよ。うん。おい、結局は俺の踊りで頼みかよ。しょうがねえな。ノリノリじゃねえかよ。いってくれ。頼んだぜ。あいつは天性のダンサーだ、信じてるぜ。怖い。いや、踊ってる場合か。すいません、お騒がせしました。これが俺たちを救ってくれる最後の最後のボム。届いてくれ。ガチめの森で迷いました。ガチ、もう一回文章ですね、はい、ガチめの森で迷いました。ダンスで、森の中で踊ってる。いや、よく言ったね、あんな。マジ、マムシとかクマとか出んじゃねえか、これ。よし、こっからは待つのみ。待つのみ。ザス。ここでトラブルが、あの森の中すぎて電波が届かずに俺たちの傑作が届かねえ。いや傑作かあれ。全然ロードができないんで、アップロードができないんだよね、つぶやきの。そうだね。でも俺この長野の山の奥から、うん、日本中のみんなに向けて届けてんだな、俺たちの思い出とダンスを。ダンスを。届け届け、俺たちの楽しいのツイートいけ、いった行きました、行った。あとはこれが待つだけ。待つだけだね。40分から9時に終了だよね。そうだね。稼げる、ほぼ稼げて15分ね。ほぼ稼げて15分よし。カホンはね、出待てってことだし、もう寝るか。寝ないよ。いや、届いてる。俺たちの思いは。そう。届いてるんだ。増えていく。届いてるぜ。魔物の数が増えていく。頼む。頼む。俺たちが、ね、楽しいこととか思い出作ったりとかね、こんなこと言ったらどうだ、こんなことしたらどうだっていうのをね、なんか、日本中の人が反応してくれるっていうのって、うん、繋がってる感じがして、悪くないっすね。だな。とりあえず店行きますか。どの道、うん、どの道じゃないですか、うん、どの道、店には行くんだから、うん、その入れなくなったらおしまいだから。オーケー。確かにラストオーダーの時間聞いたりして。そうで、あれだね、店で弁当とコースができるのかどうか。そう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 、行ってみるか。
よし、行きましょう。いや、ま、なんか消えてない？あれ？お店、あの、今から左にカメラを向けるんだけどさっき、あれ明るかったはずの店がなんだか暗くない？あの、いや、もともと暗い店だったかもね。ちょっとあの、車の向き変えて、うんうんうん、一回ライト、いや、ちょっと行ってみよう、行ってみよう、行ってみよう、とりあえず一回ライトを当てる、行ってみよう、行ってみようよ、店まで、店の前までさ、行ってみよう、ね。までって言ってたよね先輩、9時まで、9時までって言ってたよね。言った、ホームページにも書いてあったね。あの、怖いぐらい真っ暗なんですけどえ、だって9時までだから俺ら一生懸命ぜーなんだよそれ、なんだよ、何のためにパム稼いでたんだよ俺たちは、何のために長野まで来たんだよ先輩、くじ釣ったじゃん、くじ釣ったじゃん、嘘つき、なんでここちょっと時差あるんだよ、嘘だ、どうすんだよ俺バカみたいに踊ってさどうすんだよ俺バカみたいに踊ってさ、何のためにファンも稼いでたんだよ、どうする、もう一回ぐらい踊っとく、踊れねえよあのね、うん、ちょっとガチで残念すぎて、ちゃんとしたリアクションが取れない。これ何のために長野来たの？ここに踊りに来ただけ。俺たちは、この、松竹山汗道山荘の、ふざけんなよ。踊るためだけに来たの？長野まで。バカじゃないの？松竹屋の駐車場で踊るために、長野来るっていう。ちょっと待って、あ、先輩、フォームついてきてますよ。お？お、ついてる、ついてる。いいね。どれぐらい？いいね。お、365ファームもついてますよ。意味ねえんだよもう一回見せて、365。365ファーム見る？ちょっと待って、ね。これね。お、6分で360。373ファームだよ。373ファーム。おぉ。意味ねえ。意味ねえ。俺、風邪ひいてたんすけど。一回外出ない、電波も悪いし。そうだね。こんな悲しいことないよ。ちょっとほんと、こんな悲しい、こんな悲しいことないよ。そもそもパーキングエリアにさ、車あるんだからさ。こんな虫だらけのところで俺踊ってさ。バカかよ。バク転までして。バク転までして。バカかよ、ほんとに。許せねえよ。あー、書いてんじゃん、営業中って。虚しいからこれ閉まってくんねえかな、早く。え、終わり企画？いや、まだ終わりじゃねえ。来る途中にあったセブンイレブン、うん、ああいうところって意外とあの地元の野菜とか卸してたり、あの道の駅じゃないけどいや、だからあそこの野菜コーナーに最後の望みをかけよう。いや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 、にも一回セブンイレブン行こう。セブンイレブンね、はい。絶対ここのセブンイレブンには松茸があるんだよ。おでんとかしかないよ。おでん食ってあったまる？とりあえず最寄りのコンビニまで戻ってきました。まあ普通に
風邪悪化してる。あのね、俺もさっきからくしゃみとね、咳が止まったって言ったんですけど、これで松茸食えなかったショックで俺の体の免疫が多分なくなった。全部全部なくなったんだと思う。で、コンビニに松茸ある可能性はあるんですか？ある。わかりました。地元の野菜とか置いてるコンビニあるから。ありますね。風味コーナーみたいな。産地直送っていうか。バナナ置いてたりとか。道の駅みたいな感じ。そうそう。大根置いてたりとか。そう。じゃ、とりあえず。こういうね、田舎のコンビニってそういうの結構あったりするから。あとで俺もね、飲み物欲しいし、とりあえず1個生産しましょう。生産しよう。じゃあ、どれ使います？ちょっと待ってね。うん。いや、もう全部使うでしょ。出し惜しみしてる暇ねえ。そうだね。はい。はい、じゃあ最後、換金します。じゃあちょっと計算する。そろばん弾いてください。はい。857円なり、足す735、足す1323。これ、神里のパーキングエリアに現れる妖精。おー、ナムさんダンス受けてんじゃん。伸びたね。いや、旅行楽しいな、繁盛トリピアイゴリトムチャンネルが723。名前間違ってんのに、人の名前。ごめんなさい、皆さん。とんでもすいませんし、ありがとう。みんなありがとう。くねくねの妖怪から現れたのが1008。1008ね。意外と伸びないっていう。怖すぎた。怖すぎたな。で、大阪町会議に出ますが、483。で、最後、俺の、森の中でのダンス。松茸の駐車場で踊ったダンスが611。うん、全然じゃねえかよ。611? これもバチリスクライム。以上かな？以上ですよ。これも使うか。5749円が俺たちの今の旅行費ですね。まあ松茸食べれないとは言いつつ、いいもんは食べれるので、うん、これで反省会ですわ。とりあえずそれで、いやでも松茸あるかもしんないし。そうだね、うん、極上のやつじゃ1本買ってくるわ。どでかいやつ、うっす、まあ、帰るまでが旅行だから、とりあえず、うん、俺じゃあ買ってきます。よし、じゃあ でもやっぱり、うん、あるもんだね、この産地のコンビニっていうのは。やっぱり期間がね、限られては来ると思うんだけど、やっぱりあったね。そうですね、やっぱ松茸食いに俺たち長野まで、今回は松茸を、うん、秋の風味を楽しみに来る旅行ツアーっていう風な、うん、でそのために頑張って今までほぼ稼いだわけですからね、うん、いやーギリギリでしたけど結構危なかった。でもやっぱさすが産地のセブンイレブンって。さすが長野県のね、上田市にある、うん、セブンイレブン。これとかね。長野まで行かなくても帰るでしょ、これ。手知って、いやいや、松茸風味って書いてるけど。新潟で作ってるわ。新潟で作ってるわ。松茸入ってんの？松茸成分はね、松茸風味シーズニングが入ってる。あれ松茸ちょっと入ってる。なんだよその旅行。これが150、あ、じゃこれが108円。うん。俺がお前ちゃっかり何欲しかったから151円。お前88円の水買いなさいよ。水合わせて237円。今は残り5512円。どうすんだよこんだけあって。いや帰って、いやもう帰るか、途中でうまい店見つけて、うん、そうしましょう。帰ろう。よし、じゃあ明日から仕事だし体調直そう。よし、じゃあ一緒に、まあ、帰るまでが旅行ですからね。そう、普通に帰るもタイミング見たら回しなカメラとか回しながら、オッケー、みんなで帰りましょう、ロケまで。うん、とりあえずあばよ長野、あばよ上田市、楽しかったぜ。あばよ松茸、あばよ松茸。先輩お菓子開けて。俺も食べたい。
これ言いたいだけ。この本本やりたいだけです。涙がこぼれないように思い出す夏の日、一人ぼっちの夜。これあれでしょ、あの上を向いて歩こうだけど、アメリカじゃ松茸っていう曲なんでしょ。すき焼きな。下ネタかここに来て。よっしゃ帰るぞ。いやもうほんと散々の旅でしたね。散々だよこれも。高速代とか考えたら数万円、1万円とかか、1、2万ぐらい。まあね、これレンタカー恋人だったら2万3万いくね、うん、2万3万かけて長野の美味しい空気吸いに来たからよ。たまに吸いたくなんだよ俺ら、長野の美味しい空気。でもね、なんでだろう先輩、ん、帰りの方が心が晴れやかなの。あの、ファボもう稼がなくていい。心に重りがないの。重圧から解放されてるから縛りがないの。単純にドライブを楽しめんの。今つぶやいといた方がいいのかな、さっきのつぶやきどうなったのかな。俺もね、不思議と体調が良くなってる。考えなくていいの。うん、あとあれだね、最初に特茶とかフィットチーネとか買わない方が良かった。ラーメンが行かないよ。我々5000円くらい残ってるんで。そうね、この5000円をどう使い切るかが。風邪薬買っていい。バファリン買おうぜ、バファリン。じゃあ改めまして、長野信濃旅行お疲れ様でーす。ファボカゼミの旅お疲れ様でございます。これじゃあ肉を。